今から1200数十年前、信濃に生まれた天台大師智というお方がお釈迦様のお残しになったという経典全部をいろいろ考えて、そしてこれをそのいろいろと競争反逆といいまして、いろいろと判断して位置づけをしたわけですね。とその位置づけによってできたのが五字経幡という競争反逆です。この中にも法華経を勉強された人もあるでしょう。これはもう五字経幡というものを徹底的に仕込まれるはずです。これはお釈迦様のお経を全部いろいろにこう位置づけしましてね。でお釈迦様の説法を5つの時代に分けたわけです。まずお釈迦様がピッパラ樹の下で菩提樹の下で悟りを開いて、その悟りを開いた悟りをすぐ21日間にわたって多くの人に説法した。その説法が華厳の説法である。華厳経の中に書かれている華厳の悟りである。だからこの華厳の悟りを説いた時代を華厳寺とこう言うんだ。ところがお釈迦様の最初の説法を聞いた人たちは全然それが難しくてわからない、もうまるで耳が聞こえないか目が見えない人のようにただポカーンとして聞いてるだけだった。そこでお釈迦様はこれは本当の純粋な悟りを説いたってしょうがない、もう一番低い幼稚園小学生のこの入り口からこう説いていかなきゃいかんというんで、一番初歩の教えを説いた。それが阿吽経に説かれている教えであって、この教えを説いた時代を阿吽寺というんだ。それでいくらか分かってきたんで中学生ぐらいのお経を説き始めた。それが法頭経に、法頭部のお経に説かれているものであって、これを法頭寺というんだ。その次にだいぶこう分かってきたんで般若思想を説いた。般若経に説かれているところの教えを説いた。これが般若寺とこう言うんだ。これでみんないよいよ分かったから、いよいよ最後に本当のものを説いた。それが法華経とそれから涅槃経に説かれているものである。そこでこれを法華涅槃寺とこう言うんだ。これが天台大師智が今から1200数十年前にこのお釈迦様の教えられたと言われるそのお経ですね。これを5つにこの5つの時代に区分けして分類したわけです。